よっしゃ、歌本のたたりの続きやっていきましょう。暗証番号を解いてこっちの部屋に入ってきたんですけども、もう何やら5階かな、確かここ。5階がボロボロなんですよ、もう。で、ここに、おっと、血まみれ。血まみれのエレベーターがある。まあ、とりあえずこっちに、鍵を取ります。604の鍵。使えないよな、それは。ボタンに反応がない。なんもない。よし。よし。なんも出てこなかった。喜んでしまった。喜びの声が普通に出ちゃった。よし、とか言って。で、これでエレベーター使って6階に行きましょう。6階、604。604ってどこだっけな？上。で、エレベーター乗って、6階。OK。604。ここが、多分1、2、3。ここか？お、OK。謎のテープ。謎のテープ。主たらみ。タイトルバーに、主たらみと書いてある。なるほど。と、誰かが書いたメモがある。床に、私どもはこの研究に生涯を捧げる。不思議なことが起こると言われる。謎の廃ホテルを探索。その現象は本当に存在した。幻なのか現実なのかわからない。このようなものとは思えないこと。私たちは3日間、各所に監視カメラを仕掛け、張り込みで調査した。何かおかしなことが起こるたびに監視カメラをいちいち確認しに行く。そのローテーションだ。だから死ぬ。なんで？ あ、こいつらが監視カメラを用意したってことか。なんで死んでんの、こいつら。ビデオテープがあったんで、多分、3階の和室に、テープが再生できる場所があるんで、そこまで行きます。はい。3階。3階怖いな。絶対ビデオテープ見たらあるでしょう。待って。どこだった？謎のテープ。タイトルバーに主らたみ。あれじゃん。見たら死ぬ。あ、逆から読んだ。見たら死ぬって書いてあった。見たら死ぬ。はい、見たら死ぬね。ここかな？あー、待って、まだ襲ってきてんだけど。ここか？お、来た。主らたみ。行くぜ。おー、急にリアルになった。なんで急にこんなリアルな映像が？見たら死ぬ。待って、見ちゃったけど。よくよく考えたらさ、見ちゃったんだけど、死んじゃわない？これ。ゲームオーバーになんないですかね。誰？第5号室？第5号室が右側にある。人形。てか、これ見てるときにさ、人形は襲ってこないんかな？これ、襲ってきてる人形のやつでしょ？あ、声聞こえた。笑ってる。あー、それだけ？それだけ？ でさ、こいつ襲ってきてんだけど。こいつが襲ってきてんだけど。はい。まあ、見てみたんですけども、なんもない。なんもないですね、ちょ、記録します。なんもなくないですか？ちょっと、もう一回見てみる？なんもなかったな。なんもなかったから、ちょっと。どうすんだ？この人形この人形にさ、秘密が隠されているのかな？ちょ、待って、来ないで。来ないで、ちょっと。ただの掛け軸。なんもないか、やっぱり。和風なタンス。はい。よし！逃げよう。逃げて、じゃあ別の部屋に、ちょっと探索行きます、じゃあ。ね！待って。探索してたら、4階。4階の一番右の部屋にこの人形がいました、人形が、いました、2回も行っちゃった。悲しそうな顔している。悲しそうな顔してる。それだけ？ちょ、ヒントが少ないんだけど、さっきから。このゲーム探索ばっかさせてきやがる。怖いんだけども。おー、忘れてた、この部屋。そんな部屋だったん、そういえば。あるかな？ちょっと待って。またがあるまで。飛ばします。シュワン。各部屋を結構探したんですけども、全然何にもなかったんで、ちょっとこっちのスタッフルームが最後ぐらいになっちゃうんですけども、ここに何もなかったらもう積んだ。もう僕は積みます、そしたら。よし。椅子、変わってる。アイテムゲット6万、やった。よかった。 よかった、積んだかと思った。じゃあ607まで行きます。ここかな？ 607 は。お、鍵が開いた。
鍵は開けたままにしておく。よし、ここになんかあるんかな。おお、なんだこれ。テレビかな。お、何これ。なんだこれは。え、何これ。どういうこと。おお、びっくりした。こんにちは。友達になって、助けて死ぬ。歌が聞こえるよ。待って、変わった。お、なんでいるの、お前。お前なんでいんの。人形が何かを喋っている。私が本物なの。私を疑わないで。あいつは本物なの。何これ。信じる、信じない。え、これどうすればいいんですか。人形信じた方がいいんですか、これは。信じる、信じない。じゃあ、信じます。ありがとう。私を裂い、ぶつ。何かが切れた音がした。人形の和服を裂いた。服の下には小さな機械とホテルの鍵が入って、お、鍵じゃん。この機械が喋っていたので、ね、壊れてる。所持品。人形の発生器。日本人形の中にあった。あ、なるほどね。で、鍵、どこの鍵。602、602の鍵。はいはい。じゃあ602の鍵、602に行けばいいってことですね。あれ、信じないってやったら殺されちゃったんかな。信じてよ、ブスみたいな感じでさ、包丁で刺されちゃうんかな。鍵が開いた。鍵を開けたままにしておく。おっと、なんかある。これは、新町改革病棟地図。もしかして妹のノートに書いてあった。おお、早い早い早い。早いって。あ、あった。あ、病棟、閉院。もしかして、新たに手が、ああ、場所変わるんか。行くしかないよね。病院への地図。ってことは、病院に移動するってことか。もうホテルに、あーんだよ、マジで。バッキーシャビか、お前か。お前か、あなた一体どこへ行くつもり？あ、じゃあ、関係ない。急に現れて私の邪魔しないで。邪魔だと？あなたは、ただの人間と隠れましていたの。面白いのよかったよね。ただの人形だと？あなたの正体は何なの？どうして私の前に現れんの？お前に真実という地獄を見せてやるために来たのさ。やだ、なんなのよ。なんで襲ってくんの？なんで襲ってくんの？おっしゃ、いた。オッケーオッケーオッケー。ちょ、待って、一回、よし。あ、びっくりした。なんで、なんで、なになになに。待って待って、リアルリアル、急にリアル、やめて。急に現実的なやつやめて。よし、一回、よし、帰ろう。こういう分かってる展開だったらびっくりしないはず、多分。無言で、無言を心がける、俺は。びっくりしません、もう。絶対びっくりしない。遅くね？逃がさないよ、なんおで？姉ちゃん。あ、あれか、リノ！やめて、リノ。お前が悪い、お前が悪い。死んだ。死んじゃった。もういいや。お、出れた。待って、音楽が不審すぎる。お、出れた。OK。びっくりした。行かないで。行くなー。あー、なんで。おー、第2完了。ちょ、もう、あのさ、緑色のやつびっくりすんだけど。恐ろしい幻を見た。あれは幻だったのか、私にわかるわけがない。本当に頭がおかしくなりそうだ。いや、もうおかしいのかもしれない。しかし、真実への手がかりもつかんだ。病院への地図。これで私はまた一つ探ることができる。私は警察に頼ることもできない。今更言ったら犯人扱いだ。とにかく病院で新たな手がかりをつかめることを願う。新町改革病棟かな？お、新しい場所だ。やだな。やだ。そこまでは遠くなかった。しかし一見ただの民家にも見えるが。絶対怪しいじゃん。病院というよりは診療所のようね。すごく小さい。ちょっとセーブします。よし、セーブしたんで、探りますか。何も入ってない。鍵がかかってる。開かない。え、あ、こっち行ける？あ、行けた行けた。病院とか絶対いるじゃん。なんか、あの絵とか動き出しそうなんだけど。診察表と書かれたノートがある。お、カルテ。カルテゲットしました、カルテ。診察表。は？ 渚太郎、症状、たたり、たた、症状、たたりって。伏見工事の症状、頭痛の連続、吐き気、ラーララ。古畑刑事、症状と精神異常、ラーララ。
犬神修造、肖像、ん？肖像と幻覚、幻聴、緑の顔が見える。ラーララ。棚、うわ、待って、なんか、飛ばしちゃった。和さんと心臓様。心臓の痛み、いつもの注射接種。おや、ん？早めに治してとのこと。なるほど。弥生奈々子、私は悪くない、私は悪くない、私は悪くない、どんだけ悪くないって言ってんだよ。どんだけ自分のせいに従らないんだよ、こいつは。下の行、みんな、え、なんでだよ。病院にはあるまじきこと書いてあったぞ。みんな死ねって。で、これで、鍵がかかってる、上。うわー、なんか書いてある。え、どうすんの？人形のは、うわ、人形、お前か。や、の、の、だ、くな、は？どういうこと？おーっと、誰か死んでる。またか。お前にだけ教えてやるよ。ベッドの下を調べな。真実を知って、ベッドの下？どう考えてもあれだと思うけど。行くぜ！調べるぜ！行く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 ぜ！ベッドの裏に何か貼り付いてある。おー、ロッカールームの鍵来ました。ロッカールームは1階って書いてあったから、1階に降りて、ここかな？あ、違う、これ右か。右だな。オッケー。うわ、暗っ。ロッカー多すぎだろ。ロッカー多すぎだろ。しかもこれ一方通行っておかしくね？普通ここ1個開けとくでしょ。なんか赤。しかもさ、一番下になんか赤いロッカーあんだけど、新聞の切れ生地？切れ端か。鳩皇后夫妻、第3次誕生。どうでもいいです。あの赤いやつ怪しいだろ、どう考えても。後ろから蹴り飛ばして、無理か。無理か。しょうがないから行くか。よ、鍵がかかってる、マジか。なんだ、発生機か。気をつけて、どこかのロッカーに何かある。もうこれしかいねえじゃんだって。なんで移動できんの？通り抜けフープ。通り抜けフープシステム、これ。まさかの、え、どこかに、どう考えてもこれじゃん。あ、もしかして、一個ずつ調べてくださいっていうパターンですか、これは。めんどくさ。調べるしかないのか。これ、地道すぎんだろ、この作業が。どこにあるんだろう。あるかな。あるかな、あるかな。全然なくね。それっぽいものが見当たらないけど。ないよ。わかんない。悪いから勝手に出てくるとか、そういうあれじゃないの。あ、違うか。そういうタイプじゃない。そういうタイプじゃないか。わかんない、わかんない。わかんない、わかんない。わかんないばっかじゃん。あーかーなーい。めんどくさ。地道にね、地道にさ、早送りしてだろうと思うけど、こんなの一個ずつ見せていくわけにはいかないよ、さすがに。さすがに見せらんねえよ。見せらんないか、まあ。こんなグダグダ動画をね、ロッカーあるの、ロッカー、なんでこんな、この病院なんでこんな配置にしたの、おかしくね。だってさ、どう考えてもさ、今、歌わちゃん一人だけでしょ、ってことはさ、僕に一番奥に置いてきたんでさ、すいません、どいてください、どいてください、それ、奥行きにどいてください、どいてくださいってさ、もうどいてください、もういっぱいやらせて、30回ぐらいどいてくださいって言われたら、どいてくんねえみんな、ロッカーで違いって。違いよか、荷物送らせたんやっぱり。てか、泣くね。いないじゃん。いなくね、全然いなくね。いない、全然いない。全く持っていないで。調べる場所は違うか。違うっぽいね。鍵がかかってる。わっ！帰るか、じゃあ。もう帰ろうぜ。どうせいないんでしょ。だって。いないから帰ろう。よし。鍵がかかっている、開かない。なんで？やめて。その子は何も悪くないでしょ。8世紀。助けて、お母さん。誰？ 8 世紀の声誰なんだろう。話して、やめて、いやー。え、今ガチャって音しなかった、今。うわ、なんか音変わった。めっちゃゴーゴー言ってる。これでなんか変わったんじゃないの？ウェイ！あれ通れないんか、こっち側から。こっち側からは通れないのか。開いてる？開いてますか？開いてますか？開いてない、なんで？なんで開いてない？え、どうしよう。じゃあ戻って、こっち側に、診察室もう一回行ってみます。ここはなんもないね。なんもない。お、なんか書いてある。患者様は大切に、痛くない、怖くないをモットーに。診察表は看護師が聞いて書く。なるほど。とか言ってるように、割にはね、こうね、みんな死ねって書いてあるけど。みんな死ね。医者の極意、みんな死ね。え、なんもなくね。うわー、びっくりした。そうなの？よかったわね。おめでとう。ありがとう。幸せな家庭を築き。話して。やめて。いやー。どんだけやめてっつってんの、こいつ。そんなにやめてほしいのかな。あれ？あ、待って、増えてる、なんか。また8世紀。あの女が悪い。あー、鍵。
ロッカーの鍵、うーわ。うーわ、ロッカーの鍵手に入れちゃった。じゃあ、ロッカーのとこまでささっと行っちゃいます。よし、じゃあ着いたからささっと開けちゃおうぜ。どうしよう、鍵が開いた。どうなる？何？何何何？何がいいの、こん中。このさ、間が、微妙な間が怖い。え、なんもないじゃん。いやー、なにー。お母さん？お母さん、お母さんどうして、なんでお母さんが、なんでな、おーい、開けたくない。なんでお母さんいたので、なんだ今の、地下室の鍵、地下廊下の鍵か、地下廊下の鍵って、うわー！